平野,平野博文、平野博文、平野博文、1949年3月19日体は、日本の政治家。国民民主党所属の衆議院、議員、七期、国民民主党幹事長、第2代、大阪府連代表。内閣官房長官、第77代、文部科学大臣、第16代、衆議院安全保障委員長、国土交通委員長、 民主党国会対策委員長、第十七代、民進党副代表、民進党国会対策委員長、第四代、国民民主党総務会長、初代、有志会会長、初代等を歴任した。和歌山県伊都郡桂木町生まれ、桂木町立明治中学校、和歌山県立笠田高等学校、中央大学理工学部電気工学科卒業。 1971年、大学を卒業し、松下電気産業、原パナソニックに入社。1983年より日本社会党の中村正夫衆議院議員の秘書を務める。1996年の第41回衆議院議員総選挙に大阪11区から無所属で出馬し、初当選した。1998年、民主党決闘に参加。 党務では副幹事長、国会対策委員長代理、総務局長、幹事長代理等を務める。2003年、民主党大阪府連代表に就任。2005年、ホリエメール問題が発覚した際も、民主党幹事長代理を務めており、事態の収拾に尽力した。2009年5月、鳩山幸男の民主党代表就任に伴い、党総務委員長代理。 役員室担当に起用された。同年の第45回衆議院議員総選挙では自由民主党前職の岩木信子を大差で破り、5選。選挙後に発足した鳩山幸夫内閣で内閣官房長官に任命され、初入閣した。内閣官房長官への就任が内定した直後、歴代の民主党代表が全てのメディアに対する記者会見のオープン化を 公言していたにもかかわらず、2009年9月16日の、鳩山首相の就任記者会見については内記者会、及び一部の雑誌、外国人特派員のみに参加を認め、フリーランスのジャーナリストや、インターネットメディアを記者会見から排除し、当代表による公約を事実上保護にした。2010年2月15日、選挙区のある地元の大阪府を一時的に訪れていた。 危機管理を担当する内閣官房長官が非公式に東京を離れていたために一部の野党やマスコミから批判されたが記者会見でこの件を質問された際は説明を拒否した。2010年5月28日、普天間基地移設問題に関して辺野古への移設に反対し閣議決定への署名を拒否した福島みずほ内閣府特命担当大臣消費者及び 食品安全、男女も同さんが、少子化対策が罷免された際は、事務代理を兼任し、6月4日の内閣総辞職まで、務めた。内閣官房長官退任後は一時的に表だった、活動を控えていたが、7月の第22回参議院、議員通常選挙で参院の与党の議席数が、過半数を割り込む大敗を喫したため、徐々に、 菅直人首相ら執行部への批判を強め、9月の民主党代表選挙への小沢一郎の擁立を拡索。報道によれば、当初は菅の再選を支持していた鳩山を小沢支持に本意させるための鳩山、小沢の階段セッティングし、鳩山の支持も取り付けたが、小沢は菅に敗れた。菅改造内閣発足後、衆議院安全保障委員長に起用された。 2010年12月14日、民主党内で政策研究会、有志会を結成し、会長に就任した。2011年8月、党代表に選出された野田義彦の下で、民主党国会対策委員長に起用される。同年9月7日、与野党国対委員長会談の席で、今の内閣は不完全な状態で、十分な国会答弁ができないと発言し、 野党の反発を受けた。また9月16日には、第178回国会の会期延長をめぐって、民主党内が混乱し、松本武明、加藤光一両国会対策委員長代理、松野来級国対副委員長の3人が辞表を提出した、後に撤回。2012年1月13日、野田第一次改造内閣で、文部科学大臣に任命された。 平野の入閣に際し、一部のマスコミは、平野が、鳩山グループ、政権公約を実現する会に所属していると報じたが、鳩山グループ事務局は、この報道に対し、平野氏は、鳩山グループではないと訂正申し入れた。1月28日、入閣に伴い、大阪フレン代表を辞任し、常任顧問に就任した。2012年10月1日、 野田第三次改造内閣の発足に伴い、文科省を退任し、衆議院国土交通委員長に就任。同年の第46回衆議院議員総選挙では、大阪11区で日本維新の会の伊藤信久に敗れ、初当選以来守り続けてきた議席を失い、比例復活もできず落選した。二千十四年の第十七回衆議院議員総選挙に民主党公認で、 大阪11区から出馬。前回敗れた維新の党の伊藤の久の得票数は上回ったものの、平野自身への資格を目的として、同じ大阪11区に倶り返し、参議院議員を辞職して、立候補した佐藤ゆかりに敗れ、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活。2年ぶりに国政に復帰した。2015年、民主党大阪府連特別代表に就任。 2016年3月、民主党会党により民進党決闘に参加。同年4月、民進党大阪府連幹事長を務めていた。タルトコンジが離党したため、平野が公認の府連幹事長に起用された。同年9月には、大阪府連代表に就任。2017年9月、民進党副代表に就任。同年10月2日、 第48回衆議院議員総選挙には、希望の党からも、立憲民主党からも公認を受けない無所属で出馬する意向を表明した。2017年10月22日、第48回衆議院議員総選挙で7選。その後、同26日に、岡田克也が代表を務める無所属の会の結成メンバーとなった。2018年5月7日、 民進党と希望の党が合流して、新党国民民主党が結成され、無所属の会を退会しこれに参加した。同日、国民民主党の総務会長に就任した。同年9月11日、国民民主党幹事長に就任。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。